おはようございます。2022年9月11日佐藤周知ライブでございます。911のテロから本日は21年ということになります。まあ日本時間でいうとですね、夜になるわけですけども、本当に何があったんやってね、本当びっくりしましたよね、あのテロ。まあ世界は WTC ね、世界貿易センタービルに飛行機が突っ込んだっていうニュースがあって、でもうしばらくしてまたね突っ込んだって、二度突っ込んでんですよね。本当なんだこれやって、何が起きたかって、そういう感じでした、でその後ですね、アメリカはね、テロの犯人はこれアフガニスタンだ、あるいはイラクだっていうことでね、まず2001年にアフガニスタン侵攻ですよね。そして2003年3月ですね、イラクで侵攻を開始するということでね、いわゆる対テロ戦争ということで戦争を広げていった、アメリカね、ブッシュジュニアですよね。ブッシュジュニア政権ね、息子の方ですね、やってったわけですよ。ただ結果としてはですね、アフガニスタンでアメリカは去年敗北した。くしくも8月15日、日本が、大日本帝国が負けた、まあ一応戦闘を停止した。まあその日、ね、日本、大日本帝国の敗戦記念日と同じ日にアメリカは敗北したわけです。そして、元通りタリバンが復権してしまった。まあ女性の人権なんかもね、今抑圧されてって問題も起きていますけどね。何あったんだかわからん。イラクはね、イラクで大混乱をね、残しただけですよ。ね、一回民主化ね、したとかそういう話も、状況もね、あったんだけどもね、結局やっぱり経済の方がね、うまくいかないで。やっぱり大混乱ですよね、今もね。多くの方が亡くなり。で、アメリカはね、でも大量破壊兵器なかったよね。大量破壊兵器なかった。ね。で、大混乱をね、残しただけ。ね。だったらアメリカはね、イラクに、ね、謝罪してね、で、被害を受けた人に保証すべきだけどね、全然そういう保証もしていないと。まあそういう状況があります。で、しかもそもそもね、アメリカの国内ではね、もうこのテロっていうのはね、むしろサウジアラビアのね、政府がね、これバックにいるんじゃないかって話もね、これ説も強まってて、ね、サウジアラビアに対してね、保証をね、請求するね、裁判を起こしてもいいっていうね、法律がこれね、できてるんですよね、もうね、もうだいぶ前だけどね、だからイラクはね、白ですよ、テロに関して言うと、少なくとも、本当ね、大混乱を起こしただけです、まあ、サウジアラビアについてはね、当時のね、ブッシュ政権、まあ今もね、結局ズブズブという状況があって、全然ね、お咎めなしというかな、まあ、本当にね、アメリカのダブルスタンダードみたいなのもね、明らかになったしね、やっぱこういうのあるからね、ロシアなんかもね、まあプーチンなんかも結局調子に乗ってね、ウクライナに行くっていう話だよね、アメリカだってやってんじゃねえかって話だよね。そしてもう一つ、1973年、もう一つの911っていうのがある。アメリカの CIA の手先、ピノテト将軍。彼はですね、民主的に選ばれた革新系のアジェンデ大統領に担当する。ね、まさにね、もう、まあ大掛かりですよね、軍隊は。もう戦闘機まで動員してね、アジェンデ大統領をね、まあ一説ではミサイルでね、殺したというね、まあ凄まじいね、クーデターですね。で、暗黒のね、独裁政治を16年間続ける。人権弾圧、虐殺しまくり。それとね、経済政策は新自由主義。この組み合わせですよ。まあまさにね、これ似たのがあってね、韓国の軍事独裁政権ですよ。でね、日本のね、やっぱり統一教会系の政治家ってね、アジェンデ大統領はね、やっぱりその、持ち上げまくってるわけですよね。まさにその、旧統一教会っていうのは、まあ韓国のね、軍事独裁政権のね、流れに属していてね。だからね、
韓国ではね、もうね、こういう流れっていうのはね、民主化運動でね、打倒されてるわけですけどね。逆にね、日本では健在っていうね、まあそういう状況があるわけですよね。うん、まあそういう旧統一教会がね、ズブズブは理想とするね、政治。これがピノチェトですよ。うん、まあね、結局ね、うん、そういう旧統一教会みたいな、ね、ところがね、もう選挙運動とかね、選挙支援とかでね、大きな影響を持ってるからね。うん、結局なんかね、うん、まあ、日本の政治にしてもね、あるいは広島県議会、まあ、広島の地元の政治にしてもね、結局、ピノセットっぽくなっていくっていうかな、ね。まあ、独裁とね、うん、だから独裁というかね、うん、民主主義の不在とね、新自由主義の決め合わせって方向にこう寄っていくっていうのはね、まあ、必然的だなというのは、ね、思いますよね。いや、もうね、こういうものもね、うん、やっぱり断ち切っていかないとね、日本はね、やっぱり世界の流れからね、うん、で取り残されていくってね、そういう感じに、ね、なっていくんじゃないのかなと思いますよね。うん、もうね、でもう911の関係にするとね、やっぱり日本対テロ戦争参加してしまったけどね、やっぱり日本がね、でもやるべきはね、やっぱり人道支援ね、うん、やっぱり教育とかね、やっぱりですね、日本の復興とか、まあ中村先生、中村哲先生がやったような、ああいうね、方向はね、やっぱ一つの、やっぱりね、国際貢献の方向だと思うんだね。うん、それがまたね、一つのね、まあ、教訓なのかなと思うしね。うん、やっぱりね、で、73年のもう一つの911っていうのはね、やっぱり統一教会っていうような反響っていうのは結局ね、暗黒のね、独裁政治への道って、まあそういうことなんじゃないかなと、まあそういうことをね、申し上げましたね。で、今日ね、これから10時からね、朝南区のイオンモール、イオン前でね、街頭演説ね、これも一緒にやっていきたいと思います。ぜひね、お会いできる方はね、お会いしましょう。で、14日に、古市橋駅前、というところになります。またね、日曜日に関してね、もう祇園緑、祇園緑という感じでね、交互にやっていきます。それからまあね、活動いたしますと、本当にね、最低限ですけど、コストかかってまいります。ぜひね、皆様ね、ご協力をね、伏してお願い申し上げまして、ほんとしつこいなと思われるんですけどね、伏してお願い申し上げまして、本日ね、放送終わらせていただきます。最後までご協力ありがとうございました。